どうもこんにちは、中田敦です。それでは2本目の動画を撮りたいと思います。2本目はロト7について話したいと思います。昨日僕チャンネルさんのロト7解説見とってんけど、その数字の選び方、買い方っていうのはエリア購入法網だったかな。とにかく全ての数字を選ぶっていうやり方で、このメリットは必ず丸は一つつくっていうやり方で、全くつかないっていうのはないねん。ただこのデメリットは口数が12口必要っていうこと。これはしんどい。僕のやり方は数字の流れと、あと自分の直感かな、それで買うやり方で、僕の場合はロト6と同様に一口または二口で高額当選を狙うっていうやり方だから全く違うねんけど、でもやっぱり僕チャンネルさんは解説がうまいから見てしまうな。考え方は全く違うねんけど、やっぱり説明がうまいもん。だからついつい見てしまう。毎日見てんな、僕チャンネルさん。あとクレバー先生は毎日一応チェックします。それではまた、8時ぐらい、いや、8時半ぐらいかな。8時半ぐらいに、僕のできる範囲で、ロト7の解説をしたいと思います。よかったら、チャンネル登録お願いします。ご視聴いただき、ありがとうございました。